新春に訪れた衝撃の変更。ジャニーズ事務所が仕掛けた、ゴートの逆襲撃とは ?S ミルインアップ、旧ジャニーズ事務所として知られる関連会社、ジャニーズエンタテインメントが1997年にキンキキッズの CD デビューを見据えて設立されました。しかし、その歴史は、今年1月1日に衝撃的な変化を迎えました。同社は、ゴートレーレルへと名称変更され、再び注目を浴びています。この変更の舞台裏には、 アイドルグループ、キンプリのメンバーである平野潮さん、神宮寺優太さん、岸優太さんによって昨年10月に結成された新しいユニット、ナンバー、愛のデビューシングル、ゴートが存在します。その配信は、まさに新年の始まり、1月1日0時にスタートしました。一見すると、単なる名称変更に見えるかもしれませんが、その経緯を掘り下げると、興味深い事実が浮かび上がります。訴求闘記により、 変更日は1月1日に設定されています。これには、ジャニーズエンタテイメントが、ボートの存在や話題性を認識し、あえて新年の初日に変更を実施した可能性が考えられます。一体何が起こったのでしょうかここで注目すべきは、昨年の性加害問題をめぐるジャニーズ事務所の会見で示された方針です。事務所を去った人、いわゆるやめジャニや、 競合相手となる男性アイドルやアーティストに対し、圧力や忖度がないようにしていくとの公言がありました。しかし、その実現には疑問符がつきます。なおも、藤島ジュリー恵子さんの影響が強く反映されているのではないでしょうか。一部のファンは、この変更に対して不満や疑問を示しています。特に、ゴートの再生数の減少が懸念され、一部はそれを嫌がらせの一環と受け取っています。 しかし、こうした批判に対して公式な回答はまだありません。ファンコミュニティでは、この事態に対して様々な意見が交わされています。一部は、ジャニーズ事務所が焦っているのではないかと考え、これが嫌がらせの始まりではないかと推測しています。一方で、異なる視点から、新しい地図などが当初は嫌がらせにあっていたが、その後コートリー委員会からの注意により状況が改善された例も上がっています。これに対し、 ファンからのコメントも寄せられています。一部は変更がゴートの成功に対する脅威を感じた結果ではないかと指摘し、コートリー委員会に連絡を呼びかける声も上がっています。結局のところ、エンターテイメント界の舞台裏には常に複雑なドラマが渦巻いているようです。この新たな展開が今後どのような波紋を呼ぶのか、注目が高まります。数々の謎に包まれたエピソードの中で、彼らの真の才能がいかに引き立つか、 ファンと共に見守りたいものです。